はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ、ウルフェンシュタイン、ザ・ニューオーダー、続きやっていきますって、このトンネルグライダーに乗って、下水管を通っていく、ところか。なるほど。とりあえず下に、下った、ここか。ここに、操作が難しいぞ、これ、結構。おお。このまんま、コンセプトアートを解除した。運転が難しいな、これ。酔いそう。途中でトンネルグライダーを離れて、どけなきゃいけないものもあるかも。何？トンネルグライダーを見失わないで。酸素供給源はこれだけよ。OK。今、どこを走ってんだい？お？こっち通れないのか。ちょっと戻って。間違った。あれでもこっちはもっと通れなくないか。通れないな。こっちになんとか行って。これか、降りる。子供の頃、赤潮が満ち始めた。頑固な父のせいで、その海に入ることになった。皮膚が燃えているように感じた。ほう。皮膚が燃えているようだった。アイゼンバルト刑務所の真下よ。キャロラインに聞いたんだけど、数年前、下水を通って逃げようとした囚人がいたらしいわ。こっちか。遠くまでは逃げられなかったようだけど。ん、ここも降りるって感じか。13歳、馬小屋近くの池に落ちた。昼だらけになった。あれ、どうしたらいいんだ。レーザークラフトワークでなんとかなるのか。ならんぞ。ちょっと待てよ。操作が難しい、これ。そっちになんかチェーンかなんかあるか。あるな。あるけど、これ届くか。届かないな。そっか、じゃあ一回あそこで泳いで向こうまで行っちゃえばいいのかな。あそこ。ここで一旦降りて、こいつを、よし、開いた。スプラスコビッチ、どんだけ息持つんだよ。肺活量がすごいぞ。で、こっちにこのまま。ウィリアム、話しておきたいことがあるの。何でしょうか。祖母がくれた日記を読んでるんだけど、いとこのラモーナの日記よ。保護施設で働いてた。もう死んだけど、いろいろな秘密を持ってたようね。でも信頼できる人がいなかったから日記に書いていたの。日記の内容を無線で音声記録に送っておく。時間があるときに聞いてちょうだい。了解。今のセクションはだいぶ長いこと使われてないけど、いくつかの機械は手動で動かせる可能性があるわ。ポンプホイールの位置を変えろ。ちょっと聞いとくか。まあ、いっか。
どこのことだ？あれか、はしごがある。で、こいつを、あれ、ガシャコンと。あ、で、空いてるところを、あ、奥も回ってる、奥も回ってんなら、ちょうどいいところで。ここだな。どうだ。これまで何度も泳いできたが、こんなに水が冷たいのは初めてだ。ほう。ちょっと、ブラスコビッチのこの、なんて言うんだ。この小声みたいのが、かっこいいな。こっちを通ってって、戻ってきてる。これな、場所間違えたかな。ちょっと戻ろう。向こうに目指せばいいんだから、ちょっと戻ろう。ここか。あ、降りれる。誰もいないか。そこは下水の氾濫防止に使われていたの。向こう側にあるプラットフォームに行く方法を見つけないと。プラットフォームへの行き、こっちこう登って、お、なんだ、びっくりした。で、こいつか。で、あ、水かさを増やすか。早っ。こんなもんでしょ。で、向こうに戻る。よし。見えないぞ。こっちか。登って。すごいわ、ウィリアム。トンネルグライダーで進めるのはここまで。マジか。最後の区画は泳いでちょうだい。地下墓地は。で、ここはピョンか。ピョーン。あ、嫌いがある。無謀にも兵隊ごっこでフォーニー湖を泳いで渡ったが、ここまで暗くなかった。嫌い、お、嫌いがある。ちょっと危ない。んで開ける方法を考えよう。ほう。あ、嫌いがあれ、チェーンで切断できるな。切れた。泳いで。オッケー。ちょっと離れて浮上。よし。で、お、割れてる。よし。開いてる。日記か。1940年6月25日、
ナチスは母親を強く慕っているみたい。パン屋の隣の納屋で私が刺し殺したナチスがママ、ママとすすり泣いていたから手が震えた。ナイフを落としそうなほど。夜、キスしようと言ってナチス…これはちょっと聞かない方向で。今こっちから来たんだからまた泳ぎかだな。すごいラモーナの日記の追加の音にびっくりするんだけど。レセートの元研究所の下にある汚水槽を泳いだがここまで汚くなかった。そうか、ここ自体がもう汚水か。汚ねえな。さてと、ここ開くな。で、なんかエニグマコードの断片。何もいないな。降りれるっていうか、さらに下に行ける。登って。ウィリアム、その真上が地下墓地よ。オッケー。直接武器庫の中に行けるエレベーターがあるわ。これですわ。これで登るの？バッテリー切れたな。セットの隠れ家に行くプランの第2段階に入るわよ。兵器を積んだ貨物列車があるわ。そこには小型ん？つうかそうか、この前助けたのはセットって人じゃないか。戦闘マシンの補給品が積んである。その列車を盗んで。小型武器があれば戦闘に役立つけど、真の目的はこれ開くな。あれ開くけど空っぽ。まずは列車を盗んでちょうだい。なんかここに落ちないのか。見つけたらそれで北にある地下鉄の廃駅に向かって。そこで仲間が待っているから。お、ナイフ。細かいことは現地でクラウスから聞いて。オッケー。あ、なんかある。お、レザークラフトワークアップデート。ストロボ。とりあえず強くなってってんのかな。バッテリーを貯めて、よし。あ、ここ開けねえと。よし。で、向こうに行けばいいのかな。あ、いる、普通に敵。サプレッサーついてんな。よし。あんな遠くにいるな、一人。オッケー。で、そこに一人。あそこにも一人。おお、よし。あそこに一人。ん、犬がいるぞ。よし。で、今そこの建物の真ん前に防犯カメラがあったから、あ、壊せんのかこれ。動いてないのか、まず。動いてないよね。動いてませんね。よし。で、これを押す。じゃない、開く。あ最悪。
切り替えて。どうでしょう。壊れてない。くそ、ちょっと待って。避難。あ、今充電できるとこあった。よし。充電。そしてなんかまたエニグマコードの断片っぽいものがあって。間違った。切り替えて。なんか武器あったぞ今。アサルトライフル。なかなか壊れんぞあれ。壊した？よし。もうさすがに歩兵はいないよね。てか防犯カメラから動いてねえじゃん。よし。こいつを開けて、閉じていくんだこれ。強い武器も落ちてたけど、ちょっとステルスで行きたいから。そこに武器がある。ちょっとかかった。とアサルトライフルとグレネード。これは開くのか。さっき向こうからここの敵撃ったんだな。上に上がろう。これ防犯カメラはみんな飾りか。下行けるな。じゃあ、下じゃねえや。ちょっとしゃがんで奥行ってみよう。と、あ、ここはさっきのダクト。で、なんか制御室みたいなとこに入って。あ、まあ、エニグマコードの断片。なんか、シャーペンがこれ、机と一体化してるけど。で、これ、ポチッとな。仲間が配置についたわ、ウィリアム。オッケー。ここで合流して。合流をしに行こう。ね、なんだ。おい、強いやつがやりそう。ショットガンだここは。よし。ちょ待て。弾ない。アサルトライフル。グレネード。グレネードも知らない。グレネードもない。ちょっと待って。まずい。死ぬ。死んだ。ちょっと待って。接近しすぎたな。ちょっと待ってよ。じゃあ敵が出てくんなら、そこの、これ取っとこう。ちょっと動きがのろいけど。1960開かないなと。あはんと。とか、こっからか。そこへに。ポイしょって。で、開けて。ちょっと入っちゃって。で、ボタンを押して。北にある地上の廃液で、仲間が配置についたわ。で、すぐ降りて。で、これ取って、大丈夫か、いけるかこれで。強っ。ちょっとこれがあれば大丈夫で、問題ね。あれもいる。え、空じゃないですか。もう。ショットガン。まずい、死ぬ。さっきと同じだ。ちょっと。もう一回、ちょっと、開けて。
拾って無駄な魔を使いたくない。こいつを倒して、いや、よし、まだいるか。どこ、あそこにいる。普通の兵士だな。ちょ、もうこれもう捨てよう。グレネード1個しかねえ。ちょっと待って、これは死ねるわ。ちょっと逃げて、あそこから撃ってきてるな。まだいるそこに。ロードしてダブル。壊れない、硬い。まずいぞ。なんかいいものはないか。こいつ何もライフも何も落とさないと、なんかありそう。違う、こっち。オッケー、アーマーがあった。ちょっとこれのレーザー光線にして、どうだ。これ、ああ、ちょっと待って、これ逃げれんじゃないの、このまま。くっ、逃げれる、逃げよ。いや、皆さん、やったか、つけられてるか。ああ、それどっちの意味だ。海軍の補給みたいに愛想がいいだろ。Alles in Ordnung, Horst? Du nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja.ヨーロッパで U ボートに魚雷を供給してる連中だ。あんたは魚雷の中に隠れろ。ホルストが補給品と一緒に積み込んでくれるから、目覚めた時は U ボートの中だ。 U ボートを乗っ取ったらセットの隠れ家に向かう。乗組員が抵抗するだろう。ん、結局セットは前回助けたやつことか。名前何だったっけ。おいおい、俺がやるからもう手を出すな。よし、アメリカ人、魚雷の中に入れ。 U ボートに乗ったらまずはこいつを通信室につないで V にアンテナを立てろ。無線連絡用だ。よし、この中に入って MGS1 のオープニングみたい。遠すぎて届かない。今は光が恋しい。はい、で開ける。たくさんいる。これサプレッサーついてない。つけて、おやすみ。何？なんでもない。なーに？ちょっと、くそ。隠密で行きたかったのに。なんだこれ、すんげえ跳ねるなこれ。増援よこさなくていい。これ強い、この弾。けど数が少ない。よし。大丈夫か。未降車気のせいだ。
レてる、普通にバレてた。マックス、マックスならしゃあない。ちょっとこいつを使っていこう。お、ナイフが落ちてた。エニグマコードの断片とグレネード。お、金のトレー。何かしら金アイテムが落ちてんの。と、弾といろいろ。ここは開ける。アントン・クリーガー、ここを開けろ。なんだ、敵も同じショットガンを使ってきてるぞ。うわ、これか、こいつらか。グレネード、グレネード、一人やった。こっちに来るな。よし、危なかった。まだいる、まだいる。普通の兵士がいる。体力がちょっと乏しい。おい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 、と炸裂弾に切り替えたい。よし、でリロード。強い。強いぞこれ。自分にも当たってそうだけど。よし、こっち登って。ラモーナの日記が続々と追加されてってるけど、まあ見ない方向方向で。追加が早いよ。バレてないな。ナイフだ、ここは。あ、ここ通れる。え、バレてますやん。こうなったらこれだ。ちょっとこれじゃじゃない。ちょっとまずい、これは。勝った、あいつ、ほんとに。よし。体力がまずいぞ。止めない。痛い。役立つだもん。まだいる、まだいる、まだいる。まだいる、まだいる、まだいる。結構いる。体力が。まだ来るか。ちょっと待ってよ。待って、あそこにまた硬いやつがいる。困ったな。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい。
こいつはまずい。これだ。ちょ、こっちに逃げる。いや、死ぬ。なんか、あ、体力あった。よし。まずい。ちょっと待って。こっから。まずいまずいまずい。ちょっと待って、こっちに逃げる。よし、ここに来て死にたかねえぞ。ちょっと死にたかねえぞ。まずい。こっちに逃げる。倒した。どうでしょう。まずい。よし、よし、セーフ。仲間たちが捕まるかどうか。いや、やばかったな、これは。よく死ななかったな、今。無線室を探せ。これか。V を上げろか。じゃあ、落ち着いたことだし、じゃあ今回は、ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。